島選手、優勝を決めて今本拠地に帰ってきたお気持ちはいかがですか？最高です。いろんな緊張ですとかプレッシャー、さまざま背負いながら1年間戦ってきたと思いますけれども、振り返ってこの1年というのはいかがでしたか？はい、最後まで本当にもつれて、苦しいシーズンでしたけど、最後、みんなで勝ちきれて優勝できて、はい、とても良かったかなと思います。選手会長という立場もあります、チームを引っ張るという立場だったと思いますが、どんなことを考えながらこの1年間チームを見てきましたか？はい、どんな時でもね、みんなが下を向かずに、はい、やってくれたので、とてもいいチームだったなと思います。阿部監督の優勝の際には、今年の勝ち抜いた勝因チーム力という言葉がありましたが、大城さんが感じる今年のジャイアンツのチーム力、どんなところにあるんでしょうか？若手からベテランまで、本当にみんなが自分がやるべきことをしっかり、やってくれた結果がすごいチーム力になったかなと思ってます。その喜びの高まるかもしれませんが、もう次なる戦いがすぐに控えています。クライマックスファイナル、そして日本一に向けてファンの皆さんに力強い最後一言お願いします。はい、厳しい戦いは今後続きますが、ファンの皆様の声援が、僕たち選手は、力になりますので、クライマックスシーズンの日本シリーズと、変わらぬ熱いご支援よろしくお願いします。